どうも、ベルマール大好きです。すごいすごいグッズが本場ジャマイカの、レモンガススタジアム平塚に来てます。お邪魔しております。今日は、湘南ベルマーレ対アルビレックス新潟、はい、第16節がこちらで、はい、15時から行われます。で、今日は愛ちゃんと、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です。いや、愛ちゃんと行くんですけど、今日はスペシャルなゲストを後ほど紹介するんですが、はい、僕とコラボしてもらった以前、はいはい、方なんですけど、はい、誰だろう。湘南ベルマーレとも馴染みが深いというか、はい、アーティストの方です。湘南の風のハンクです。後ほど合流するので、はい、ハン君とアイちゃんと3人でこの試合観戦をしようっていうので、すごい、今日は楽しましてやろうと思ってます。はい、あ、嬉しい、ありがとうございます。はい、なかなかこうやってね、本当 YouTube チャンネルに出てもらうとか、うん、難しい方なのですごくありがたい。いや、すごいですね、はい、でもサッカー大好きなので、はい、ハン君が、まあ、それも後ほどいろいろ聞きながら、そうですね、はい、聞いていきたいと思います。はい、行ってみましょう。新潟サポーターめちゃくちゃ熱いので、はい、いつか行ってみたいなっていうのは、うん、ビッグスワン、はい、持ってるので、新潟のもう大応援団いつも本当にすごいっす。アウェーでもサッカーボール持ってきてる人いる。すごい。まだ2時間前ですもんね。確かに。だからみんな参りしてるんですかね。あ、そうそうだね。新潟の。でも昨日台風で確かに止まったりとか、はい、結構してる地域もあったので、はい、すごい本当に暑いですね。うん、暑い。うん、だそういうなんか特に暑いと言われるクラブ、うん、サポーターが、まあ僕だったら浦和とか、はいはい、その新潟とか松本山がもう暑いと聞きますし、はい、なんかそういう地域でなんか特にこうサッカーが根付いてる街。うん、こうそこは行ってみたいなって思います。ああ、面白そうですね。うん、今後思ってますから。いいですね、どんどんいろんなことをしていく、はい、そうドッキリだけじゃないぞと。ドッキリ、誰がドッキリおじさん。ちょっと未だにまだあれですかね、構えてますからね。今日何があるんだろう。はい、じゃあ大丈夫です。女の子にはさすがにしないですか。女、女性にはまだしたことない。さあ、ここね、はい、このいろんなブースがある。うわー、賑わってますね。あ、いましたよ。あ、まだいないかな。あ、いました。いました、いました。いましたよ。いました。このブース。ここは欠かせない。このブース。やばいやつ来た。ちょっとまず、ご挨拶。あれです。今、ペルブータ。はい、私も、一緒にやらせてもらってるんですけど、じゃペルオっていうことで、今、こうやって販売もしてますので、皆さん、概要欄の方にも貼ってきますので、よろしくお願いします。これからね。入ってます。シャンプーも、シャンプーもあるから。僕シャンプー、トリートメント両方使ってます。俺も全部使ってます。頭皮が健やかになります。よろしくお願いします。お願いします。今かけるんですけど、これ出たから。あ、なるほど。そうですけど、いかがですか。じゃあちょっと、これうちが欲しい。熱い、熱いから。かあ、かけ、かけます。今、今来ます。はい。かかしてもらおう。せっかくなんで。これ。湘南ベルマーレと三能台の、あ、そうです、コラボです。じゃあなんかお題を出してください。お題、お題、なんかこうお題を出して同じものを書いてどっちがうまいかってやりましょう。キングベルです。出た出た。那さん、あ、じゃあもうこれ、いや、10秒、10秒、10秒、はい、10秒、はい。結構特徴的ですね。わかりやすい。はい、終わりです。あ、やばい。こちらどうぞ。あ、むずい。こちらせーの、そら。いやいや、人じゃないですか、なさ。ちょっと待って、誰キングベルです。文字でどうにかしようとするのやめてくださいよ。キングベルです。キングベルです。うまいですね、アイさん。あ、ありがとうございます。あ、違います。ありがとうございます。あ、うまい。うまい。絵心がある。
よかった。それ那須さんじゃないですか。確かに那須さん要素がない。さん自分自画像描いただけで。今日これで仰いでます。いやいや、じゃあ、あの3人にも、はい、公平だ。確かに確かに。はいはいはい。せーので指差してください。せーので嬉しい、ありがとうございます。満場一致で三の大学、はい、と湘南ベルマーレコラボって言って、はい、一緒に協力し合って出展してるもの。サッカーも結構強いですよ ね。全国とかで結構名前見るから、お子さんとかもこうね、あの絵を描きながら絵心を磨いてください、はい、よし、行きましょう。行きましょう。ありがとうございました。ファン君がもう合流するんですが、はい、その前にたまたまキングベルがいます、はい、でこちらの絵をどちらが、どちらがキングベルが気に入るか、あの似てるじゃないですか、気に入るかですね。でも本人ですもんね。そう、本人の決めるのは本人です。あ、かわいい。キングベルに一つだけ質問していいですか。あ、大丈夫です。あのどっちがキングベルに似てるでしょうか。はい、どっち。やっぱやっぱダメだって、ダメだって。これがいい、これダメ、ダメだ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 。まあでしょうね。めちゃくちゃ笑ってる。誰だよって感じ。いやですよ、こんな口ないですもん。ありがとう、キングベル。ありがとうございます。笑われちゃった。キングベルも優しかったし、優しかったし、惜しくも負けてしまいましたね。ちょっと半分取るんですけど、はい、はい、緊張します。緊張しますよ、そりゃ。スペシャルゲスト、はい、湘南乃風のハンクです。どうも、ベルマーレ大好きです。すごいグッズが。すごいですね。もう本当に応援しに来ました。ベルマーレ歴なんですか。ベルマーレ歴というか、それこそあの今 CM やってる、はい、ポジポジポジ、はいはい、が同い年で、はい、彼がキャプテンで現役だった頃に対談させてもらって、そこから、そこからがっちりハマってもらって、はい、だからもうプライベートでもプライベートでもチリなんで、そのハン君と試合観戦もなんですけど、はい、まあ今からちょっとスタグルだったり、あっちの方ちょっと歩かせてもらって、これね、はい、どうですか。よかったっすよ、ほんとっすか。まあ、なんかたくさん言ってるけど、はい、J リーグの中でも、はい、まあ、優秀もあるんですよね。充実感がすごいですね。はい、本当によく知り合いのお店もあるんで、はい、ちょっと行きたいです。ちょっと回らせてもらって、あのちなみにちょっとあのハンク来る前にキングベル、はい、キングベルを描いたんですよ。三能大とのコラボで、それ絵を描く一話に、はい、そのどっちが怒られるかって、ハンクにもちょっとしっかりと、まあアーティストなんで、まあ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 アーティストなんで、ちょっと絵心じゃないじゃないですか。アートなんですか。はい、行きます。せーの、はい。ちょっと待って。答え2秒で出るやん。アートなんだよ。アート、アート。しかも、はい、モノマネもそうだけど、自分で自分の名前言うときはそこ似てない方だ。どっちでしょう。皆さんももう答えがお分かり、いいんですか。いいです。せーの、こっちでしょ。はい。これだって誰なの。いや、自分かなっていう。自分かなっていう。ちょっと早速、こちらの方にお願いします。ハン君、スタグルとかって食べたりするんですか。うん、それこそさっきも言ったけど、はい、あの知り合いのジャマイカ料理の、はい、そういう話してる。あ、ヤードフード、はいはいはい、そこ俺すごくあのその要はやってるあの人と、はい、一緒にジャマイカ行ってお世話になって、あ、ずっとジャマイカ好きだったね。はい、そうそうそう、だから本場のジャマイカ料理を、はい、ここでも提供してる。へぇ、先ほど来たんですけど、あの、すいません、あの、ベルベルダムズ、あの、あー、マンク、マンク、おー、久しぶりです、久しぶりです、いつか。すごいな。
入ったほうがやべっち、やべっち、ナスさんもいいですか。ナスさんもじゃあやべスタの取材が予想すか。俺新潟行ってるから21新潟、20湘南、21で湘南だよね、22かな、サポーター獲得しようとしてる。まだ増やそうとしてる。早速どっかでもドリンクをまず乾杯をしたいと思うので、ぜひぜひ、はい、ちなみにさっき言ってたジャマイカ料理はあそこです。あの黄色と赤ヤードフード、かわいい、こちらヤードフード、ヤードフードです、はい、これが本場ジャマイカ、ジャマイカ、ジャークチキン、かっこいい、なんかかっこいい、美味しそう。本場ジャマイカの。美味しそう。大行列。日本で本場ジャマイカの味が食えるの本当に間違いない。ぜひぜひ。でもレアです。あのめちゃめちゃハン君がこうやって並んでくれるのはめちゃくちゃ、はい、いやそうなんでしょ、なるでしょ、それはちょっとなんかもう変に並ばないみたいになっちゃうから、ね、でもどうなの、並びますか、並びますかもちょっと変ですけどね、並ぶでしょ、あ、いやいや、そういうことですか、そのだから天竜人だから民の気持ちが分からない日本を騒がすプレイヤーだったからもう並ぶってことないです、並ぶってことないです、並ぶって何、ナスだけどみたいな言わないです、言わないもう一般主義です、ちなみになんか食べたいのもあったら一緒に、あでも美味しそう、はい、あのそれでいろんな店舗あるんで、とりあえずまず飲み物は確定で買います、ありがとうございます、はい、ビール3つタンドリーチキン1つお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、外とかハンクのチャンネルの方も来られてるんですけど、はい、すいません、すぐ10まで今日は楽しみに、はい、よろしくお願いします、はい、ただ楽しくなる、いや楽しくなる、客観的に聞きたいすごいと思う、アーティスト誰だろう、おー2人聞かれるしたら、デビュー会で言うとみんなも多分知ってるかも、おい、あとは本当に日本の歌謡曲の中でいうと、あの小田和正さん、これからスタジアム9に入っていって、しっかりライブ下がってますから、ね、はい、もうあのサポーターの応援も始まってますから、はい、ここから始まるから、ちょっとそちらからまたお届けしたいと思います、はい、ここからスタジアム内に入っています。このさ、階段上がってさ、空間を見るとやっぱ、上がった瞬間の高揚感が一番こう、なんかこう、心に打たれるっていうか、そのわけだから、違う、そうなんですよね、今こんな感じだよ、今立ってたなと思いますけど、さあ、そうなんですね、これから大事な試合を受けたことで、まずこの選手たちですね、では長長からですね、熱いメッセージをお願いしたいと思いますが、まずは岩田長長からお願いしましょうか、めちゃくちゃありました、はい、ベルバーズの選ジャマイカルで、こちらジャマイカルで、これさっきのヤードフード、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 
審判は主審山下良美、副審坊主の誠、手代木直美、第4の審判長峰幸喜、 VAR 中村太志、アシスタント VAR 浜本裕介、以上のメンバーで執り行います。待って、味付けが最高すぎる。めちゃくちゃ美味しい。さあ皆さん、お待たせいたしました。濃い味が濃い感じ。両チーム選手の紹介です。濃くもなく、あ、はい、辛いのが好きな人は、ここにホットソースって食べて、タバスコみたいなのかけるとめちゃめちゃ美味しいんだよね。まずは白と青の色。横に本人がいるっていうところがすごく僕は感謝しますし、やっぱりあのサッカー界、今30周年なんで本当に盛り上げていかないといけない。もちろんその選手たちが頑張ってる、周りのサポーターも頑張ってる、でもこれ以上にいろんな力を融合してこの30周年盛り上げていかないといけないので、やっぱりこうやって機会をいただいたことをすごく本当に感謝してますし、これからも、はい、一緒にというか、なんか融合しながらいろんなものを作り出していければなっていうのがすごく感じた。間違いない。いろんなエンターテインメントを一緒に盛り
ぜひあのボイトレはハンクに教えてもらうなんでボイトレもう歌う気満々でで、あの8月12日、あのハンク湘南の方で、はい、あのその横浜スタジアムで、ワンマンライブワンマンライブがありますので、概要欄の方に、はい、貼らせてもらいますので、皆さんね、ぜひ、もうチケットね、だいぶ売れてると思うんですが、大切な一日は、目を閉じてたら終わっちゃうんですよ。待ってやばい、本当に危ないですよ、危ないですから、今の一瞬めちゃめちゃ幸せです。すごいいや、本当にあのこれからも聞いてよ、はい、ハンクともともサッカー界のアーティストもそのままの皆さんも応援していただければと思いますので、またぜひよろしくお願いします。お願いします。今日は観戦ツアーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。